画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、はい、今回はですね、ちょっとカウンターのやつをやめて抑圧の同盟にして救急キット持っていきます。こうすることによってですね、抑圧の同盟でまず、抑圧の同盟と新しい地雷爆破、この2つを組み合わせていくと。で、地雷爆破はこう発電機をね、ある程度やると使えるようになるんですけども、そこに罠を仕掛けて、キラーが全員ジル救急ヒットじゃねえか、キラーがそこに蹴りを入れた場合、そこがパーン光って、で一定時間スタンして、スタンというか目くらましになって、かつ蹴りを入れられてない状態なので、蹴りを入れ直すと、破壊行為をやり直させるという手間を出させるわけですね。で、抑圧の同盟というのは、昔からあるんだけども、こちらある一定の、量を発電機やった後使えるようになる。で、これを使うと、抑圧の同盟使うと発電機が封印される。まるで堕落の介入で、のようにね、エンティティにバンと塞がれる。これまあ何の意味があるのかというと、例えばイタチを入れたい、もしくは発電機に蹴りを入れたいキラーが蹴りを入れられないといった状況になる。これが30秒間かな、30秒間、続くと。で、地雷爆破40秒間だったかな、となるとですよ、このどうしても蹴りたい、キラーがどうしても蹴りたい発電機があった場合、この抑圧の同盟30秒ぶっ込んで、次に、最初に地雷爆破40秒ぶっ込んで、次に抑圧の同盟30秒ぶっ込むと。ということは、この封印されたエンディティに、キラーがあれ蹴れないぞと、どうしようどうしよう、これ早くどっか行ってくんないかな、このエンディティみたいになって、やっと取れた、よし蹴りえるぞっていう時にピカーですよ。このね、発電機に罠をかけまくるジル、うざいぞ。やってみせようじゃないか、このプレーを。よし、コールタワー、コールタワーか、なるほど。みんなジルだからな。やってくい。いや、このジルの衣装めっちゃいいよね。2の時の衣装だよね、これ多分。ラクーンシティのね、あの警察署に行った時。映画バイオハザード2。来た、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 来た。こいつ、わっと、ここにゾンビいるのか。危な。一発食らうとこだったね。来てるじゃないの。いいでしょう。映画のね、2でもジル、いや、上から2人ジル降ってきたんだか。え、それを無視して当たる、当たるか。しかもあれですね、忘却が入ってますね。感染すると心音が鳴らないってやつですね、これは。どっち行った。あ、怖っ。いや、そこにいるのはかなり賢い。あのゾンビ賢いぞ。いやー、食らうか。まずい。あのゾンビ IQ100 あるな。あ、しまった、ここ塞がれた。わー、これどうしよう。先に倒す。危な、危ない危ない危ない、ゾンビ近くにいる、危ない。忘却入ってる、近い、向こう行ってくれ。よし、これで OK。 危ない。映画のね、ポール・アンダーソン監督とミラ・ジョービッチ、やっぱいいね。夫婦だもんね。あれ、離婚したっけ、どうだったっけな。ポール・アンダーソンとビラ・ジョービッチのコンビで言ったらモンスターハンターもあるからね。なんでこれ残ってんの。
けちゃうぞ。あ、なるほど。寸止めにしといて、あそこに今キラキラ光ってたんですけども、あれに地雷爆破を入れてたんでしょうね。で、あ、これね、光ってますよね。ただあの40秒で切れちゃうんで、地雷爆破なので、あの寸止めする日ってあんまない、本当に。うん、ありがとう、助かるわ。感染を収めたいわ。ケホコホしてるんですよね。そういうジルも好きだよ。しかし青い液体をかけられてんだよなこれ。映画ミラジョービッチ、あ、映画、バイオハザードのミラジョービッチのやつね。1、2、3、4、5ぐらいあるんだっけ。そんぐらいあったよね。ウェスカもすごいことになるしね。あれ好きだけどね、私映画版バイオハザードね。1とかも死ぬほど見たよ。近い。来るぞ。しかもゾンビいるんだよ、あそこに。今回のゾンビ IQ 高えな。あそこに抑圧の同盟と、あ、もうでもここあれですね、あの地雷爆破ついてます。危ねえぞ。追われてるね、あの子。別の発電機やりましょうか。ちょっと貯めましょう、抑圧と地雷の方を。ここにしようか。で、ポール・アンダーソンとミラ・ジョービッチの最新作、モンスターハンター、はい、もちろん見てきました。もうあのね、まあ、ある意味面白い。でもあのモンハンを本当に好きならどうかわからない。例えばね、あのリオレウスにね、炎の体験で挑むってどうなのと思うって、しかも見た感じ防音系の体験なのに炎をまとって、それでレウスに挑むみたいな、まあ、ある意味面白いけども、やばいモンスターを狩りに行くパーティーが割と軽装っていうね、あのその装備初心者の装備だよねみたいなやつをしてます。ここ続きやりましょう。これ発電機ブロック出てますけど、少し経つとほら罠設置になるでしょ。これ地雷爆破です。やばい、地雷爆破つけといた。やばいぞ。大丈夫かな。さあ地雷爆破でも食らいなさい。これがジル・バレンタインの技だぜ。イタチかなこれ。だったら私ここをブロックします。翌月の同盟、そこにもう蹴りは入れられないぜ。罠を設置しまくる。これなんだ。いやちょっと待って、このゾンビ IQ が低い。このゾンビはちょっと IQ が低いぞ。どうなってんの。ちょ、おっと、今のが当たらない。IQ が高いんだか低いんだか。ふっと。ほっそー、痛えな、おい。いいムチだ。いいムチしてやがるな。ムチムチだね。いかんな。今度はこっちだ。一旦下がったか。大丈夫か。そのゾンビ私が引っ張りましょう。
こっちだよ。IQ さんのゾンビちゃん、こっちだよ。IQ さんのゾンビちゃん、こっちだよ。いやー、IQ1 のゾンビ出たり、3出たりね、100出たり、大変だね、今回。ちょ、近くにいるやん。びっくりした。え、バレた。あ、よっしょ、と。優先回だ。ブルーグリフ出てたね、今。遠くに引っ張ろう。遠くに引っ張ろう、あれ。ゲートを開けさせるためにな。やべ。やっべ。もうあと枠超えるのバレてんだな、俺。しかし、受けながら加速して、ゲット。危ない、危ない、危ない。このゾンビ IQ50 ぐらいあるな。今、なんか、ノーモジさんも出たね、今。もう、いろいろパーリー内だね。で、どはすげえな。とんでもねえな、おい。さあ、残り一人のジル・バレンタイン。異常口を見つける。いいね。やっぱ2の格好かわいいな。いや、2の格好ってもうちょっと違ったな、これ。あれ ?2 の格好ってもうちょっとセクシーだったよね。あ、ちょっと違ったか。いや、そんなことで、見事脱出することができました。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますのでチェックしてみてください。